恐れ山です。フルエンドシレン4プラスシュラノビッチ、久しぶりの 10F 打開5です。なんか低層ループがね長かったっすね、しばらく。はい、じゃあそう、前回ね、まあどういう内容かあまり確認しなかったんで、こんな感じです。一つ目キラー回プラス5、睡眠爆発特攻、トレイ特攻、ドラゴン特攻、無気力、まあ、睡眠と無気力入ってますね。で、あと守護石攻、こっちがねちょっと HP プラス10のみと、合成がねうまくいかなかったんで、まあここをね 26F あたりの混ぜるんで27か、つけていきたいなと思います。それまでねちょっと速攻リーディもいいんだけどな。で、呪い受け、炎頭回復、毒消し、睡眠という感じで、腕場がまあほぼ揃った感じですかね。あとまあ保持が出てきてないけど、で、弓矢がね、はい、 毒矢40本なので、これをちょっと有効に活用したいなと思います。まあそんなとこかな。食料に関しては相当今あるので問題はないかな。あ、それと、背中のツボが出ました。識別の中にあるこのツボ増大をつけて、使って背中を5回にして、まあ、しばらくは安泰の、潜りになるんじゃないのかなと思います。それでは 21F、 あららあららららら、ギャザーか。ちょっと待ってよ、取りたいけどな。キャザーいいのか。武器がないな。どうすっか。待てよ。キラキラいうか行ってみたいな。行ってみたい。飛びつきが。ちょっと待ってよ。こっち厄介だな。こんなに読むか。まあ1枚か。でももったいないかな。
ゃんあるんですよね。いやーちょっと悩むな。いやマジ悩む。やるべきか、ツボがある。巻物もある。よしやるか。ギャザーに行くとやばいか。行けないか。よし。ヤンピーはあとどれぐらい？いないな。いけるかな。よし。混乱巻きもったいなかったか。目薬使う。で、やわない？ないね。バナナ。これに入れて、楓の杖、水枯れか。これ入れとこう。で、ドラゴンか。
えでは、まあどうと、よし、爆睡、あ、置いとくか。緊張、怖い。ヤシの杖、保存だ。まあじゃあこの辺を、フルト、トンネルだね。トンネルの祝福、やっと来たか。めぐ、また保存、強いな。もうちょいか。じゃあ、いきます。 22F、お払いか。何すんだよお前。ここは強いな。よし、あーっと、あっちめぐ、ほい、よし、あ、なんか来てる、ヤンピーか。バナナの消費激しくなりそう。赤
り、待てよ、抜けたいな。ゴツゴツしたツボ。バナナどうなってる？木バナナか。よし行こう。23F。